いやー、こんにちは。こんにちは。名前なんて、ああ、こんにちは。翔太です。名前、うん、うん翔太って言います。翔太です。ああ、ごめんな。翔太です。じゃあ、翔太はそのエシャロットっていう食べ物が一番好きなんだな。翔太です。おー、そうか。よくわかったぜ。教えてくれてありがとな。ちなみに俺はその辺を泳いでいるでっかいサメが大好物なんだぜ。大きければ大きいほど肉厚でとってもうまいんだ。仕留めるのも簡単だから毎日食べてるんだよ。いやーこんにちは。こんにちは。名前なんて言うの？黒田マリーゴールドです。黒田マリーゴールドってお前それキラキラネームじゃねえか。ああ、そうか。じゃあ、黒田マリーゴールド。お前、これから色々と世知辛いと思うけど、強く生きるんだぜ。いやあ、こんにちは。こんにちは。名前なんて言うの？吉政です。吉政、クールな名前じゃないか。じゃあ、吉政が俺に聞きたいことは何？ SDGs のためにクラッシュが取り組んでいることは何かありますか？おいおい、吉政、勘違いするんじゃねえぞ。それはお前らの仕事だろう。おい、これからも俺たちの大事な海を守っていってくれよな。いやあ、こんにちは。こんにちは。名前なんて言うの？ゆうきです。ゆうき、いい名前じゃないか。じゃあ、ゆうきが俺に聞きたいことは何？日本の政治についてどう思いますか？ああ、それか。今ホットな話題だよな。そうだな。俺から言えるのは、ことあるごとに検討を重ねるくせに増税だけはアグレッシブにやるのマジで意味わかんねえよなってことだな。税金なら国民からじゃなくて政治家から取ればいいのにな。そもそも国会で居眠りするようなやつに給料なんて払わなくていいだろって俺の息子のスクワートも言ってたぜ。いやあ、こんにちは。こんにちは。名前なんて言うの？美咲です。美咲、素敵な名前だな。じゃあ、美咲が俺に聞きたいことは何？こないだ彼氏に振られて、その理由がわからないんですけど、どうしたらいいですか？おー、彼氏に振られて、それは理由は聞いたのか？聞きました。あ、でも教えてくれなかったのか？はい。あー、そうか。いや、なんでだろうな。なんで教えてくれなかったんだろうな、彼氏は。いやでもそれは美咲の彼氏に聞いてみないとわからないもんな。でも美咲は気になるんだろ、理由が。はい。でも彼氏は教えてくれないんだろ。はい。いやー、なんで教えてくれないんだろうな。彼氏にも何か教えたくない理由があったのかな。いやー、多分そうだと思うんだけどな。いやー、ごめんな美咲、なんか気の利いた言葉をかけてあげれたらいいんだけど、全く思いつかないぜ。ごめんな美咲、本当に。いやー、なえるな。ダメだな、こんなんじゃ。いや、せっかくみんなとお話しできるいい機会なのに、俺がこんなんじゃマジでダメだよな。いやあ、こんにちは。こんにちは。名前なんて言うの？ひとみ。ひとみ、かわいい名前だな。ひとみは今日ここへ誰と一緒に来た？パパとママ。お、パパとママと一緒に来たのか。じゃあ、ひとみのパパとママ、ヒレを高く上げてくれ。どこだ？あれ、迷子か？ひとみ、ひとみのパパとママどこにいるんだい？パパとママ酔うからって外にいる。いや、乗り物酔って、これは酔わねえよ、おい。スターツアーズと勘違いしてるんじゃねえか？おい、ひとみのパパとママ、これスターツアーズじゃねえぞ、おい。聞こえてねえだろうけど。お前たち最高だぜ。よし、じゃあ他に質問のあるやつはヒレを高く上げてくれ。どうだいみんな。お、じゃあそうだな、こっち側にしようか。前から3列目、端から4番目の大人だ。アースミュージック&エコロジーのワンピースにティファニーのネックレスをつけた女性だ。さあ、それではみんな一緒に、おーい、クラッシューって大きな声で呼びましょう。せーの、おーい、クラッ